三雪橋停留場は、広島市中区千田町三丁目にある、広島電鉄宇品線の路面電車停留場である。駅番号は U8。三雪橋の西詰めに位置する、三雪橋停留場は1912年、宇品線の開業と同時に、上谷町方面から来た路線の終点として、開設された。停留場から先、宇地区へ向かう区間もついで建設がとされたが、 そのためにはまず、三行橋が架かる京橋側を越えなければならなかった。当時の三行橋には軌道を敷設する余裕がなく、また新しく軌道専用橋を架けるにも川幅の広い京橋側を渡るためには、長大な橋が必要であったため、ひとまず、京橋側の架橋は後回しにしてまず、三行橋の東詰めから宇品までの区間で路線が、敷設された。 この区間は1915年に開通し、東停流場と五彩和橋東詰めにある停流場の間は、三行橋を開すると保連落で結ばれた。河橋を後回しにしてまで宇治名までの路線建設を急いだのは、同年に神谷町及び宇治名周辺で開催が予定されていた広島県、物産協進会までに開通を間に合わせたいという事情があったためで、 実際に宇治名までの区間が開通したのも、共進会の開会3日前のことであった。懸案であった京橋側への架橋は4年後の1919 19年に達成され、ここに至って初めて、広島駅前から宇治名までが電車で直接結ばれた。これは、軌道専用橋によるものであったが、1931年には、架け替えにより、道路と軌道の併用橋になった2代目の三雪橋に、 とって変わられた。太平洋戦争下の1944年になると、三行橋停留場は営業を休止する。そして1945年8月6日の原爆投下による宇治那線をはじめとして、市内電車は全線が普通となった。それでも宇治那線は、電鉄前から高宇治那までの区間が、同月18日には、復旧、東停留場もこの時営業を再開した。 なお、三行橋については被爆後も二代目の橋が使用されて、いたが、老朽化や、橋上の交通量の増加の影響もあって1990年に、新しい橋へ架け替えられている。宇治那線はほぼ全ての区間で、道路上に軌道が敷かれた、平洋軌道であり、東停流場も、道路上に、ホームが置かれている。ホームは、低床式で2面あり、2本の線路を挟み込むように、 向かい合って配置された相対式ホームである。路線の起点から見て、左側に広島港方面へ向かう下りホームが、右側に神谷町、本線方面へ向かう上りホームがある。ホーム庁は3両5両連接車に対応している。上りホームは、ホーム全長にわたって屋根が設けられているが、 下りホームは一両単車の乗車口付近にしか屋根が設けられていない。東停留場には広島電鉄で運行されている系統のうち1号線、3号線、それに0号線が乗り入れる。停留場は京橋側に架かる三行橋の西詰めにあり、付近はおおむね住宅街である。西側には中区の文化施設が集積している。 停留場のある五歳ワ橋西詰交差点は、広島市道霞子5線、広島県道243号広島高線、広島市道海行橋、三崎線が交差する交通量の多い場所である。ありがとうございます。